こんにちは。第73世竹野内の宿根、竹内睦弘です。今日は第33代林千十郎総理大臣を語りたいと思います。1937年からですね、陸軍大将です。この人総理大臣になる時問題があったんですが、なんでかというと、実はこの時総理大臣なのは別の宇垣一成総理大臣が大命降下を受けてるんです。天皇陛下から大命を受けたんです。宇垣一成は大命降下で、もうそれで宇垣が総理大臣になるに決まってたんですが、問題があったんです。この宇垣一成はある事件である人を裏切ったんです。それはちょっとまずかったんです。趣味が革命の橋本金五郎が宇垣内閣を作ろうと思ったところ、宇垣に対面が下るというふうに宇垣は候補になったんで、革命はやめるって言って橋本金五郎を裏切ったんです。橋本はもちろん宇垣を殺してやると思ってます。万が一宇垣が総理大臣になったら、もちろん橋本金五郎は革命を起こします。それを分かったのが当時陸軍の実権を陰で握ってた石浦幹事です。これは橋本革命をまた起こしてしまうと分かったんで、とりあえず宇垣対命降下をやめさせて、陸軍からは林千十郎閣下を推薦しますって言って林千十郎に強引に出したんです。ところがこの林千十郎っちゃ頭がおかしいような感じになっちゃうんですが、失礼ながら再生一致内閣を作りますって、再生一致ってお前邪馬台国女王卑弥呼かいい加減にしろよっていう状況で、陸軍からも皆見放され、海軍も呆れ、財閥もこれダメだってなって、橋本は生きり立ってる状況で、とりあえず、終わってしまいました。この頃盧溝橋事件という事件が起きまして、日中戦争の始まる原因になる事件です。もうあっという間に終わってしまった内閣なんです。もう石原幹事って戦争の天才ですが、政治はダメですね。僕大不安なんですけど、政治はダメって分かりました。もうちょっとマシな陸軍大将を用意してこいよって思いました。やっぱ人事って難しいですね。でこの内閣でやったことは、一つポイントがあって、文化勲章っていう、のを作ることになったんです。で最初に長岡半太郎という切手にもなってるような立派な先生がいて、その弟子に湯川秀樹博士や友中慎一郎博士などノーベル賞の受賞者が増えたんです。文化勲章というのはね、作れたこの時だったということはポイントになってます。
入学試験で林千次郎と書くことはほぼないと思いますが、まあ意外と、うん、宇垣一茂も書くことはないと思います。橋本が切れるからやばいと思って石原は、考えたんですね。この後、橋本をこれ以上革命やらしてはいけないんで強引に国会議員にしました。一緒な感じは友人を国会議員だったら軍隊動かせませんから、そういう作戦もあるんですね。それではまた次回。